給食はすごく早かったですね。すぐおかわりじゃんけんに参加しに行ってました。俳優の河合優美さんが無邪気な子供時代の思い出を明かしました。実家にいる時からみんなで飲んでたので、そういう馴染みのあるあの商品の CM に出演できるのすごく嬉しかったですね。河合さんが登場したのは、自身が CM キャラクターを務める味の素。 クノールカップスープの新 CM 発表会「イートエルリブエルを」を言えた時はちょっと嬉しかったです、ね、いろんなパターンをやらせてもらったりとかあとスープを飲むカットも何回か挑戦したりしてあやっぱあのね素敵に見せるのにはいろんなプロの工夫があるんだなと思いながら撮影してました。弟役の あのソラジ君がすごく、ね、この年齢なのにやっぱり皆さんの監督だったりとかスタッフの皆さんの言うことをすごくしっかり聞いてあのちゃんとミッションを自分でやり遂げるんですけどスープを飲む時だけすごいキッズに戻っちゃうというかもう飲んでいいですかみたいな次のカット飲んでいいですかみたいなことをしきりに周りに聞いていてもう我慢できなくなっちゃってましたね。 まだ飲んじゃダメだよってこうみんなが心苦しく注意する感じになってましたね可愛かったですね、えー、本当にいくらでも飲ませてあげたくなっちゃう感じでした <laughs> 完成した CM がこちらですこんな顔されたらさこんな顔になっちゃうよね それじゃあ私もあ。こんな嬉しい。朝にして。クノールコーンクリーム。あんまあ。イートエルリブエル。河合さんが子供時代の意外な一面を明かしました。お食事をする時、はい、早いタイプですか。ゆっくり味わう。ああゆ,ゆっくりかもしれないですね。 でも時と場合によるかもしれないです子供の時とかはあの給食はすごく早かったですねそうなんですかはいすぐおかわりじゃんけんに参加しに行ってましたけど <laughs> でも最近大人になってからはゆっくり食べますねあおかわりじゃんけん参加ってことは結構量もしっかり食べるんですね食べてましたね本当に結構底な,し底なしタイプでしたね 本当ですか最近ちょっと少なくなったんですけど河合さんの意外な子供時代の一面を知れましたね味の素クノールカップスープの新 CM 発表会の様子をお伝えしました。